オツベルはもう支度ができて、ラッパみたいないい声で百姓たちを跳ねました。ところがどうして百姓たちは、こんな主人に巻き添えなんぞ食いたくないから、みんな白いタオルやハンケチをぐるぐる腕に巻きつける、降参をする印なのだ。まもなく地面はぐらぐらと揺られ、象は屋敷を取り巻いた。グララーガー、グララーガー。その恐ろしい騒ぎの中から、今助けるから安心しろよ、優しい声も聞こえてくる。ありがとう、よーく来てくれて、本当に僕は嬉しいよ。象小屋からも声がする。さあ、そうすると周りの象は一層ひどく、グララーガー、グララーガー、塀の周りをぐるぐる走り回る。外の象どもは仲間の体を台にして、いよいよ塀を腰掛かる。だんだんビューッと顔を出す。さあ、オツベルは打ち出した。